こんにちは、しずる TV です。本日は SNS で話題沸騰中の韓国コスメデイジークのアイシャドウパレットをパーソナルメイクトレーナーの池内ひろ子さんにレビューいただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこちらのデイジークというブランドなんですけど、こちらどういったブランドなんですか？デイジークは2019年、去年の12月に韓国で始まったブランドです。で、発売当初、普通の、メーカーだったら、例えばアイシャドウパレットだったらアイシャドウパレット何色ドーンって出すと思うんですけど、アイシャドウパレット一つから発売を始めたそうです。で、それがすごい売れて、今では6色展開になって、今月の12月の10日から日本上陸が決まったブランドだそうです。どこで買えるんですか？日本の公式オンラインショップっていうのが今立ち上がってて、はい、12月、今今日2日で、2日時点、1日か1日の昨日時点ではまだ公開してなかったんですけど、あ、そうなんですね、カミングスーンみたいな感じになってたんですけどあとは、プラザ、全国のプラザで先行発売するそうです。じゃあ手に取りやすくなるということですね。より本当ですね、嬉しいです ね。韓国の人気アイテムが全国のプラザでお得をご購入いただけます先ほど6色あるっていうふうに伺ったんですけど、まあ、今回01番と02番セレクトいただいたかと思うんですが、これを選んだ理由とかってありますか？まず人気だって、ツイッターで話題になってたのが何番と何番でしたっけ？2番の02と、あともう一つありましたね、06番の、そうですね、そうそうそう、最一番新しいのが06でしたね。なんですけど、06は撮影の関係上多分あまり映りにくい、あ、なるほど、ちょっと薄めの色で、グリッターやキラキラがメインになってるようなパレットに見えたんですね、はい、でそれもうすごく可愛かったんですけど、ちょっとそれは撮影上あまり見えないだろうということで、02の方を選びました。でもう一つの01はやっぱ定番色で、私がもし会社員だったらこの01が一番使いやすい、うん、日本人の黄色い肌、明るい肌から暗い 肌まで、あと会社員の人も日常的にも使えるパレットが01の配色だなと思って、定番の01とちょっと人気の02の2つ選びました。ではまずカラーの方のご説明というか、カラーの方を伺っていきたいんですけれども、はい、01番のシュガーブラウニーというお色、うん、こちらの印象としてはいかがですか？シュガーブラウニーはですね、ブラウンメイクがしたいっていう方にはとてもおすすめです。で、ブラウンって簡単に見えてくすんで見えてしまったりとかする、すごい難しい色だと思うんですね、はい、簡単そうに見えて難しいのがブラウンメイクだと思っていて、そのブラウンの中にも例えば赤みの強いブラウンだったりとか、黄みの強いブラウンだったりとか、明るいブラウン、暗いブラウンまでいろんなブラウンがある中で、そのブラウンが9色入ってるから自分の肌に合う色が必ず見つかりそうっていうのがこの01番のパレットだと思います。すごい期待しています。そちら結構普段使いしやすいお色なのかなと思うんですけど、まあ、向いている方とかどういうシーンで使えるっていうのはありますか？誰でもこれ使えると思うんですよね。ただやっぱりブラウンっていう性質上一番使いやすいのはイエローベースの方だと思います。あ、イエベさんが使いやすいという。そうですね、ブラウンはもうイエローベースが一番得意とする色だと思うので、はい、イエローベースさんは買って損をしない、持っといて損をしない、持っといて損をしない次は、はい、02番のローズペタルという素敵なピンクのお色のアイシャドウパレットなんですけど、はい、こちらの印象としてはいかがですか？こっちですよね。こっちは逆にピンク寄りのブラウンが揃っていて、こっちは逆にブルベさんが、ブルベースの人が得意とするようなパレットだなとパッと見思いました。あ、そうですね右から一番右の上から2つ目っていうんですか、はいはい、のこの色が撮影中すごい可愛い可愛いってみんなから愛されていた色でしたねすごい素敵なピンク色ですね。ね、ピンクなんですけど、ピンクの中にちょっと青みっぽいピンクの中にゴールドのラメが入っているんですね。
ここでシルバーのラメが入ってしまうとすごいブルーベース寄りになっちゃうんですけど、ゴールドのラメが入っているので日本人の肌に合いやすいピンクになっていると思います。じゃあゆべさんでもそちらのお湯は使えたりとかするんですか、うん、ぜひぜひチャレンジしてもらいたいですね。すごい素敵です、はい、じゃあそちら あのそのピンクのローズペタルも、まあ、どういったシーンに使ってほしいとかそういうのありますか。もうなんか9色も入ってるのですごいいろんな組み合わせができると思うんですよ、はい、だからその組み合わせ方によってなんかレストランも行けるし、なんだろう、ディナーも行けるし、ママ友とのなんかお茶会お茶会とかも行けるし、なんか9色もあれば何でもできる、それがメリットだと思います。なるほど、直系のカラーが好きな方はぜひって感じですかね。そうですね、なんかこうブラウンはこう持ってるよっていう方はこっちのピンク挑戦してみてもいいんじゃないですかね、うん、すごい可愛いです。ありがとうございました。ありがとうございましたこちらのアイシャドウパレットの組み合わせ方については池内ひろ子さんのメイクアップチャンネルの方でご紹介させていただいておりますので、こちらの概要欄に貼っておりますのでぜひ皆さんご覧ください。しずる TV では毎回専門家をお呼びしてプロならではのレビューやハウトゥーをお届けしています。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは池内さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、またねまたねー